フィアット G91 フィアット g 9 1 r ンフィアット G91 はイタリアのフィアット社が1960年代に開発した戦闘爆撃機。非公式にジーナの愛称で親しまれた。バリエーションとしては複雑練習機型の G91T 偵察能力を持つ本格量産型の G91R 拡大改良型といえる G91Y がある。 前線の未整備飛行場から運用でき、そこから 280km の地点を攻撃可能という NATO の軽量打撃戦闘機計画 NBMR-1 に応じて開発された。1956年8月に初飛行して良好な性能を示し、特に短距離離着陸性能に優れ、芝生の簡易滑走路からでも外部装備搭載状態で運用可能だった。 しかしナトウカー名国それぞれの思惑もあって、本機を採用したのは、イタリア空軍、旧西ドイツ空軍、ポルトガル空軍の3カ国に止まった。西ドイツでは、メッサー・シュミット、ドルニエ、ハインケルの3社で、ライセンス生産が行われ、第二次世界大戦後西ドイツで最初に生産された、ジェット軍容器となった。また、1960年代に、アメリカ陸軍において、 近接航空支援、軽攻撃任務用の戦闘攻撃機装備計画が立案され、A-4、N-156 回等と共に本機がその候補として浮上したものの、計画そのものが白紙化となり、米陸軍に装備されることはなかった。この他にアメリカ空軍、ギリシャ空軍でも採用候補となり、数機が試験採用されたが、本採用とならなかった。 複座型の G91T は胴体を若干延長して後席を増設しており、高頭練習機としても使用された。後にエンジンをゼネラルエレクトリック J85 総発とし、機体を拡張するなど大幅に改良した G91Y が登場したが、採用国はイタリアのみに止まった。採用された国では長期間運用され、 最後の機体が退役したのは1995年であった。ポルトガル空軍は、ポルトガルの植民地戦争において、アンゴラ、モザンビーク等での独立解放を目指すゲリラへの対地攻撃や偵察に本機を投入している。ギニアビサウのミグマイナス17と交戦したこともあったが、決着はつかなかった。G91 パン G91T 出展。 ゲしヒてであるフトバッフェ、フィアット G91R3、G91R4 ウント G91T3、2019年4月19日閲覧、諸言性能武装、ありがとうございます。